この皆さんこんばんはなのだ。だんだん日中は暑くなり湿度も高く換気に空気の入れ替えも必要となってきますが、線路は続くよどこまでも。大雨が回るな。遊具の皆さん適度に水分をとってね。子供たちと同じ目線で楽しみ、水筒も肩からかけて出発進行。遠足気分で楽しく歌いながら弾くのがポイントでございます。線路は続くよどこまでも。おなじみでございます。カノン進行とは、主音から数えて主音は1としたら1625という循環コードもございます。これも1625、よく聞かれるコード進行でござる。ヨド進行でおなじみの循環コードでござった。皆さんよくご存知の枯葉、1625のコード進行循環コードでできておるのだ。単純な C というコード進行も。だからといって諦めずに、だるまさんが転んだ。おお、いろんな楽器で旋律を作ってみたり、黒鍵だけで歌詞をつけて、あら、これはねずこの曲だわなどと、いろんな曲をイメージして作曲できるととっても便利よ。難しい道具譜や平音記号から解放されて、自由にテーマを決めて黒鍵だけでいろんな曲を作ってみるのも楽しい練習方法の一つかもしれないわよ。ほんとほんと。
ピアノが難しい、独譜が難しい、これはなんでかと言いますと、やっぱり臨時記号にシャープが多い、変音記号が難しい、独譜が難しいから、あら難しいわとなるのですが、ゆっくり読めば怖くない、ゆっくり音を上がったり下がったり、どんどん読むことで読風力もついていきます。先生がしっかりサポートします。できたわ、そうそう、その調子、ちゃんとできてるわよ。褒め言葉に励ましてあげることがピアノ嫌いから解放されるコツでございます。諦めないで、粘り強く、一度にたくさんのことをこなすのは私たち大人でも実に集中を要しますが、合間にだるさがころんたいないいない、で、あら、かわいいお洋服着てるわね。中学校の制服ぴったりよく似合ってるわ。なかなか練習する時間が取れないのはみんな忙しいからです。少しずつ大きな温かい気持ちで見守ってあげましょうね。子どもたちを優先して先生も心がけております。自転車を漕いで横断歩道を渡っている子どもを見かけたら、どうぞお先にどうぞ。お年寄りが渡っている時もお先にどうぞ、何も急いで、急ぐ必要はないんです。人生急いでどうなるのですか。ゆっくり慌てずリラックマ、リラックマ、リラックマ、きっといいことが明日もあるわ。楽しいこともいっぱいあるわ。良い子の皆さんも学校で明日どんな楽しいことがあるかな、いろいろイメージをしてみてください。書くこと、イメージすることは必ず実現します。先生もおかげさまでとっても可愛い女の子もピアノもきちんと触れてくれるようになりました。誰でも頑張っていると必ず良いことが起こります。ゆうの皆さんも諦めずにできることをコツコツとやってみてね。ピアノが楽しくなるおまじないに、いろんなことわざ。乳歯が抜けたら軒下に投げる。知りたいことやピアノの歴史なども、子どもたちの知りたいことは何でもお話しできると思っております。ご当地クイズはもちろん、青森県の特産品はリンゴ。これから夏場にかけて どんどんスイカ叩き、スイカ割りも楽しいかもしれませんね。ご当地クイズに首都クイズ。フランスの人ってもちろんパリじゃありませんか。キューバの人はハバナだったかしら。ヘルシンキといえばムーミンのフィンランドの人よね。パプアギュニキニューギニア、パプアニューギニア、いろんな国、国旗の色など、子供たちもいろいろ少しずつ勉強しております。それではまた。